はい、今日はこれから2023年エトレ東京の秋コレクションのお洋服をご紹介しますので最後まで見てください。それではスタート。皆さんこんにちは、じゅんなです。まきです。みさきです。今日は2023年の秋コレクションの中から私たちが特に気に入ってるアイテムをご紹介していきたいと思います。まき、今回初登場なんだよね、はい、実はね。そうなんです。新宿店のまきです。私はレディーのアイテムが好きなのでそういう合わせを見せれたらなと思います。前はベージュ系とかホワイトトーンが多かったんですけど、最近はネイビーだったりブラックだったり、ちょっと暗めのトーンも着ることが増えました。マキはスタッフの中でもお買い物するのが一番多いスタッフなので、リアルにマキが欲しいものって結構お客さんもいつも気になっていて、今日はねそんなマキのリアルなお気に入りとか、ミセキのこの秋の狙ってる商品とか、私のお気に入りをご紹介したいと思います。じゃあまず私から、私が今着てるものからご紹介しようかな。今回着てきたのがサテンのワンピースです。なんかこのボックスシルエットがすごく気に入っていて、去年は確かリネンでこちらのねワンピースを作ったんですけど、今年はサテンに落とし込んでみました。秋冬っていうことなので、これからニットのカーディガンだったりニットのストールとか巻いた時にね毛がつかないっていうサテンのすごくねいい特徴を入れて、オケージョンシーンだったりそういう時にも使える、もうすぐ着られて秋冬最後まで楽しめるアイテムかなと思います。ツヤ感も上品で、濡れたようなしっとり感のある雰囲気がとっても大人っぽくて、今回はシルバーを合わせてみたんだけど、これに綺麗なパンプスとか合わせるとすごくオケージョンっぽい雰囲気になるし、カジュアルなブーツとか合わせたり、こういう大きなアクセサリー合わせることでちょっとカジュアルな感じに持っていってみました。素敵です。これ私狙ってるんです。あ、狙ってるやつ、はい、あのもう一色の方ね、まきちゃんはこっち狙ってる。そうなんです、うん、この色も可愛いよね。バニラカラーで白とはねまた違ったこの生成りの感じがねとってもおしゃれな感じになるかなと思います。肩からニットとかかけても可愛いだろうし、ジャケットをねこの上から着ても、靴はもうバレーシューズみたいなものでもいいし、ブーツでもヒールの靴でも何でもいいかなと思います。2人のお気に入りも、はい、ご紹介してもらおうかな。じゃあどうぞ、まきちゃんお願いします。これ私、はい、展示会の時から狙ってて、カジュアルで大きめっていうか、長めなので、アイラインスカートで合わせて少しレディーな感じに、エトレの E がねさりげなく入ってるシャツ、初めてなんだよロゴをあしらうのは。でも E ってパッと見てわからないように生地と同色のステッチにしてるからね、ちゃんと柔らかさとメンズっぽいアイテムとのバランスがすごく素敵だね。私は結構腰周り張ってるので、着れるのが嬉しいです。お腹周り気になる方とかはすごいいいスタイリングだよねこれ、長めなので、うん、ブルーも新鮮だし、ブルー新鮮ですよね。ネイビートーンとかの合わせもしたいなって、秋冬は思います。じゃあ続いてみさきも行っちゃおうか。はい、私はこちらのトップスですね。全部で3色あるんですけれども、私服感がすごい。そうなんです。以前発売してたエトレのホームのこのニットパンツと合わせて、すごいあのリラクシーなコーディネートにしました、ワントーンだね、靴まで合わせて。そうなんです。カジュアルになりすぎちゃうなと思ったので、アクセサリー5つ目のものつけて、女性らしさのあるパールのネックレスつけてみたんですけど、でもパールが私ちょっとなんかキャラじゃないなって本当思うので、あんまり大きいのってよりかはこのぐらいのさりげないパール感がちょうどいいかなと思って、すごい可愛い。でもね、美咲パール別に似合うと思う。あ、ですか。だしそのカジュアルにちょっと入るとやっぱり一気にスタイリングが高級感が出るっていうか、なんか少年っぽさみたいなのがやっぱり惹かれるよね、こういうカジュアルなアイテムは特に。いつもだったら黒を選ぶんですけど、ワントーンの、このニットパンツに合わせたかったので。なるほど、こちらのカラーに。確かにいつも黒選ぶもんね。そうなんですよ、いつもだったら、普通にホワイトも黒もそうなんですよ、いいけど何色でも、ワントーンは可愛いよね、やっぱり気分とね、合わせてみました。素敵、はい、他にもねまだ今日はあの秋アイテムをご用意してるので、気になるアイテム、またお気に入りのアイテムを着替えてご紹介しちゃおうかなと思います。ニットとか出てきてるしね、もう早いよね。すごい秋っぽいね、ベロア素材が。かわいい。マキイメージっぽい。本当ですか。じゃあそれぞれちょっと着替えてみたいと思います。はい、かっこいい。イエーイ。はい、
着替えてきました。みんなすごい雰囲気違う、さっきと変わりましたね。ねえ、なんか一気に秋っぽくなって、うん、私から紹介していきたいと思います。今回選んだのはニットなんだけど、すごく軽い糸を使った結構ドライタッチなニットで、暑い時にも着れちゃうような起毛感のないニットを選んできました。デニムはハイウエストのものにしてインして、少しこう肩を肌を出してタンクトップとのこのレイヤードを楽しみたいなと思って、夏の終わりから秋にかけてっていう感じのスタイリングにしてみました。やっぱりこの袖が長めに作られているっていうのもポイント。いいなので、こうクシュクシュってこうしてダルっとした感じを出すのが可愛いし、もうちょっとしてジャケットとか着るようになったら袖だけをジャケットから出したりするのもすごく素敵だと思います。色違いでネイビーもありますね。可愛い、うん、このネイビーの色味も可愛いですよ ね結構汗たような感じの色で、うん、ちょっと浅めのネイビーなんだけど、すごくカジュアルに使いやすいかなと思います。もうちょっと涼しくなったらタートルとか、うん、中に入れてもいいと思う。可愛いです。欲しくなってきましたか？欲しくなります今見て。ね、なんかカジュアルに、ね、こう着るのいいよね。続いてマキちゃんのじゃあスタイリングご紹介してください、はい、ビスチェですね。ビスチェコーデ、かわいい、かわいい。普段あんまり黒は手に取らないんですけど、うんうん、ちょっとシアをレイヤードして女性らしい感じで着てみました、うんうん、かわいい。すごく秋になった、さっきと比べて。髪のトーンとそのリップのバランスもすごいいいですよ ね。なんか重くなりすぎず、うん、程よい抜けがある。ちゃんとなんかやっぱりシア入れてくるところが今年っぽいレイヤードだなって。で色ね、違いのグレーもあって、グレーと合わせたりしても、うん、グレーとも可愛いよね。いつもだったら多分ブラウス合わせをちょっと可愛らしいコーデで組んでたんですけど、今年は気分変わりました。じゃあ美咲のスタイリングもいきましょうか、はい、私はもうこのフレアパンツなんですけれども、全部で3色展開で、ブラックだけベロアの素材になってて、よりこう秋っぽさがあるカラー選びました。でこれに関してはもう本当に検討会の時に、これはもう絶対私でしょって思ったぐらいの、私のために作っていただいたデザイナーさんありがとうございますっていう感じのフレアパンツでございます。先と言ったらでもそうなんですよ、ね、つけてたやつです。これは結構もうスタッフキープがすごく多いボトムで、うん、本当にスタイルアップして見える。そうなんです、本当に化粧見えするよね。見えます。で今あのジャケットと合わせてるんですけど、もうちょっとこう暖かい日とかはもうブラウスとか、うん、それこそあのこういうシャツとかと合わせたりしても、うん、このバランス感とかもすごい可愛いですし、うん、私今ブーツ合わせてるんですけど、うん、全然フラットシューズ合わせもおすすめです。可愛い。ネイビーのレギンスってあんまりなくない？あんまないです。黒ってあるんだけどさ、ネイビーのレギンスすごい少ないの見つけられなくって、うん、だから今回作ってるんだけど、この素材だったら1年中使えるもんね、うんうん、そうです ね可愛いです。暑い日とかも着れちゃうかなと思います。おすすめパンツ、おすすめパンツです。これはもう3色欲しいぐらい、はい、ねえ、私もこれは3色欲しいなって思ってる本当にこれは結構みんな色悩むんじゃないかなって思ってる。悩んでます、ね、悩んでる。最後にね、もっともう一つだけぜひご紹介したいお気に入りアイテムがあるから、ちょっと着替えてこようかなと思います。はい、着替えてきました。かわいい。モヘアニットのスタイリングで、さっき美咲が履いてたパンツの色違いを着てきまして、やっぱりこのパンツいいね。いいですよね。履き心地もすごくいいし、スッっていう感じがあるよね、はい、足長く見えるよね、やっぱり、はい、これブーツインもできるし、素材的に本当に重宝するなと思います。で同じトーンのニットを合わせてきました。中はまだ夏のタンクとかを入れて、うん、はさって羽織る程度で秋の初めを楽しみたいなと思うわけなんですが、可愛いでしょ。可愛いです。もうマキの欲しいっていう感じが、あの、うん、感じてる今。でも色選べなくて2色欲しくて、モヘアってやっぱりさ、この秋の初めに出てくるじゃない毎年、うん、今回ねボタン2つにしていて、すごい軽やかな存在にしようかなと思って作りました。こうちょっとダルダルってした感じもいいかなと思う。色混ざった感じがすごい可愛いですよ ね、こうイスラブ感があって、こうグレーとネイビーが混ざってたり、ネイビーも白とか濃いグレーの色が合わさってたり、ピンクもちょっとねグレーが入っているので落ち着いた印象になるかなと思います。いかがでしたか今日は。いろいろみんなに秋のもの着てもらったけど、秋が一番好きなんですよ、エトレの洋服で。あ、そうなんだ。そうなんです。なので何買うかじゃなくて、もう何を諦めようか頭を抱えてしまいます。今日の中ではどれか1個だったら、2人ともどれ。これです。あ、このこれカーディガン、はい、私はもうこれです。悩む。でも私もヘビロテって考えたらこのパンツかな。気分はやっぱりね、うん、こういうニットとかがテンション上がるんだけど、ずっと着回しちゃうかもって思うのはこのパンツかな、うん。
はい、という感じで皆さんいかがでしたでしょうか。楽しんでいただけたよという方はいいねボタンとチャンネル登録とお気に入りのアイテムのコメントもお願いします。はい、皆さんのコメントがね私たちのやる気につながりますので、はい、コメントもお待ちしております。エトレ東京チャンネルではファッションやライフスタイルに関する情報を毎週土曜に配信予定です。ぜひチャンネル登録をポチッとしていただけると嬉しいです。今日登場してくれたマキとミサキのインスタグラムもぜひご覧いただけたらなと思うので、概要欄の方に2人のアカウントをつけておくのでぜひそちらもご覧ください。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。またね。手触れてる。あれ中ではない。もうフレアパンツって言った私です。それでやってるね。お願いお願い。じゃあまず私からな。